なんかヘリに乗ると気分が上がるよな。モバイルスピーカー持ち込んで、映画みたいにこれから戦闘が始まりそうな緊張感のある BGM 流そうか。やめてくれ、映画みたいにカッコつけて戦っちまいそうだろう。なんでさ、カッコつけて戦った方が気持ちいいよ。それで非効率なことしたら戦死率が高まるわ。二人は戦場に向かう時でもいつも通りなのね。羨ましい。まもなくフラットハンドの警戒エリアに入るので、 NOE による侵入を行います。注意を。え、なんて。うわ、揺れる。克服飛行吐くなよ。え、何か。おい、生きてここにいないだろう。まだきっつ。すごい揺れだったわね。私は 3D 酔いに強いから平気だった。ああいうのって現実と同じなの？何ここ。野営地だよ。イージスタワーの調査があるからな。すごい、第二の基地みたい。物々しいけど生活感もあるわね。ここで暮らしている人もいるということ？ああ、ヘリの発着場所の確保や調査品の整理なんかで周辺の安全確保は必要だ。他にも西側への攻略経路確保って軍の戦略方針があるから、中部地方の真ん中に拠点がある方が便利なんだよ。いちいちヘリで基地に戻って補給を受けるだけでも手間だからな。ということは、ここで暮らしてる方々に感謝ですね。サンキューベリーマッチ。で、何しにここに来たの？司令官の話聞いてなかったのかよ。作戦で使う新兵器を樋口から受け取るんだよ。新兵器？何それ？
設置は 31A が担当か。よう、ひぐみ、説明はユッキーへ頼む。なんでだよ、全員で聞いてないと失敗するぞ。聞くだけだよ、理解はしないよ。努力ぐらいはしなさい。はい。そういうわけで新兵器の説明を頼む。高速用と聞きましたがそうだ、イージスタワーで見つけた技術にちょうどいいのがあってな。要はトアミだな。漁業ならぬキャンサー漁だ。なかなかに面白いだろ。漁ってことはバサーってやるの？別に手動じゃないから安心しろ。セーフ。なんだったらアウトだったんだよ。新鮮なキャンサーのお刺身がその場でいただけたりするのかなって一瞬考えたけど、これ言ったら頭おかしいやつだって思ったから。なら今アウトになったわ。恐ろしいやつが隊長をしているな。詳しくはお前に説明すればいいのか。不本意だが頼む。ルカには私から説明するよ。さて、新兵器を設置しに行くか。ユッキー、なんか意見ある？そうだな、設置の順番が作戦の肝になる。ポイント A からがいいと思う。賛成。奇遇だな。一応理由を聞かせてくれるか。出席簿順で朝倉のA から。そうか、期待した私が間違ってたよ。うちもAや。あれ、本当だ。しかも次がEだから相川の方が出席順だと先だからな。腹立つやっちゃな。一応理由を説明するぞ。フラットハンドとの間に遮蔽物が多く距離もあるからだ。確かに。お前もそのぐらいの戦略立てられるだろう。あといつまでグイーってなってんだよ。元艦長、三半規管弱すぎだろ。まあ妥当なところかしら。お前も覚醒すればすぐわかるだろうよ。さて、やってやりまくるわ。すげえ重要な役割の割にすげえ不安なメンツなのは気のせいか。地形が変わってますね。なんでこうなったのかな。全然わかんねえけど、フラットハンド以外思い当たる原因がないよな。高低差で死角が多い。そうだな、慎重に進むべきだろうな。了解。中央にユッキー、扇形で進もう。敵がいないからやれない。いないわけある。たまたまだわ。
敵に感づかれないように戦闘は極力避けるべきだ。その大声もな。よし、抜き足差し足で走ろう。できるならやってみろ。お金払ってでも見てみたいわ。ユッキーが喋ってる間に敵が寄ってきたぞ。私のせいかよ。無事でよかったです。
ものかな。力を授けようと頑張っちゃいますね。さてどんな気持ちになるかな。祈りを捧げる前に殺す。敵は殺すだけだ。おいしい獲物がここにいますよ。私は料理の頼りになります。くらえ。引き続き頑張りましょう。最後まで気を抜かないでくださいね。おいしい獲物がここにいますよ。準備運動といったところだ。許しなさいね。面白い。大島家の力を見せましょう。見えませんか。どうぞ。頭が冴えてきました。砕けろ。一点よしです。私は攻撃します。よ、待ってました。落ち着いていきましょう。あなたの方から大島さんの一員。たくさん甘えてくれていいですよ。判断は任せる。たくさん甘えてくれていいですよ。
丈夫か？足を取られてしまいました。足場が脆いところがあるのか。崖っぷちには近寄らない方がいいな。そうだな、落ちて遠回りするのも面倒だしな。役に立つじゃないか。さて、どんな結果になるかな。許しませんけどね。ほい、来た。データを取らせてもらおう。たくさん甘えてくれていいですよ。体でも腹は減るんやな。生命としてエネルギーはやっぱ必要ってことだな。でもナービーって何食べてるのかな。そういや見たことない。モグ？気持ち悪い冗談はよせ。宇宙の生物なんだし、あたしらに見えないもんでも取り込んでんだろ。今はエネルギーバーでもかじっておけ。家に帰ったらいいもの食えるだろう。役に立つじゃないか。ゾクゾクするな。
私も攻撃します。データを取らせてもらおう。悪くない。これはこれで面白いが。おいしい獲物がここにいますよ。アタック。砕けろ。よくできました。平気です。あらあら、怖いですね。ここは大島一子にお任せください。許せませんからね。私が続きます。守らなきゃ。どうだ。びっくりしました。あたしらならやれるさ。力を尽きてよ。力が湧いてきました。ゾクゾクするな。よっこらしょっと。ルカちゃんウィン。
設置予定ポイントはもう少しだ。頑張れ。さっさと設置したいけど、キャンサーいたりしない？フラットハンドが周囲警戒させてたり。事前調査での脅威評価では問題なかったらしいんだがな。まあ進むしかないんだけどね。
なんか持ってる。悪い意味で。プロミュージシャンの時はいい意味で持ちまくってたのにな。設置場所はあそこだから排除するしかねえぞ。どこで差がついちまったかね。全盛期はすごかったのに。驚いたクリエイターか。まだまだ頑張れよ。来たー。ついにキルタイム。よくできました。ご褒美に撫でてあげます。
リアです。よし、掃除完了。ユッキー出番だ。はいはい、設置ね。ってお前らも手伝ってくれよ。取説が難しくて。覚醒しろよ。すみません、説明してもらってもいいでしょうか。お前までもか。エリートの集団って設定どこ行った。そこはユッキーがいるじゃん。コだわ、ソロだわ、シングルだわ。起動チェック。よし、問題ないはずだ。初回だし、設置の画像と起動ログを保存して。念のため樋口に確認してから戻ろう。クソ疲れたな。いやー、大変な仕事だったな。でもやりきった。素晴らしい達成感。なんて気持ちよさ。その感覚を一番覚えていい権利があるのはこの私だよ。樋口に報告しようぜ。設置はこんな感じでいいか。ああ、問題ないようだ。こちらのシステムとのリンクも確認できている。これをあと7回繰り返せばいいんだな。そうだ、頼んだぞ、有能な若者諸君。ヒグミンも若者じゃん。さて、どうかな。この私は若いのかな。興味深いよ。私より若く見える。鏡見てこい。ようつかさっち。あ、ルカさん。お疲れ。これつかさっちの分、さっきもらったんだ。ありがとう。うまい。機嫌が良さそうね。あるいは、から元気。いろいろあったし、ごちゃ混ぜかな。まあ、あんな真実を知らされたら、そうよね。今のつかさっちはどっちなのかな。どっちというと？めっちゃ頭が回るつかさっちなのか、いつものおバカでお茶目で可愛らしいつかさっちなのか。そう言われると、なかなかこのロケット、開けなくなるじゃない。開けたのか？うん、
ちょっとしたコツが言ったのよ。覚醒するための絵が刻まれてたんだったよな。あれ、じゃあいつでもめっちゃ頭がいいつかさっちになれるってことじゃん。でもその扉はすぐ閉ざされるみたい。それも言ってたな、定着しないとかどうとか。ええ、でもルカさんが可愛らしいと言ってくれた。だったら今だと思った時だけでいいのかもって思った。いいのに、ガンガン賢くなろうよ。だって頭が回る私は怖かったでしょ。怖いというか、本当にプロの諜報員みたいだった。母親の復讐に生きる女だったんだもの。仕方ないわよね。それはまだ果たされていないんだよな。そうだけど、植え付けられた記憶で復讐することに迷ってる。そうなのか。何が本当の私の気持ちなのかなって。だったらさ、自分じゃなく他の人の気持ちになってみれば。え、例えば誰の。そうだな、例えば。朝倉カレン。朝倉さんって二重人格だから想像つかないわ。そこがミソ。スパッと割り切って快楽のためにザクザクキャンサー倒せる。そもそもカレンちゃんは殺人鬼よ。そこがミソでもありなんだね。じゃあ東条つむぎ。お母さん。そう、人のアビー計画に反対していた東条紬が生きてたら今の状況をどう思うだろうね。それはどうなのかしら。ルカさんはそれが想像つくの。そうだな、早くこの理不尽な戦いを終わらせて平和になってほしいと思うんじゃないかな。それはそうだろうけど、スカサッチのお母さんってナービーを戦わせることに反対してたんだよね。ええ。でも実際には戦いが始まっちゃって、今は私らナービーが戦ってる。それってきっと望んでなかったことだと思うんだ。でも戦わなきゃ人類は滅亡しちゃう。
それはもっと望んでないことだったと思う。スカサッチのお母さんもすごく悩んでいたんじゃないかな。何かちょっとでもお母さんがどう思っていたか聞かされていたことない？もしかしたらあの絵本、あの募集されちゃった？ええ、あれは幼い頃からお母さんから読み聞かされていたものなの。物語の主人公は一国の王女で、結婚相手も全て親に決められた身、自由なんてなかったの。でも戦争が始まって自分の意志で剣を手に取り、国民のために戦いに身を投じた。そして戦いに勝利し、共に戦った農民兵と結婚してハッピーエンドを迎えるの。決められたレールなんて無視して自由に生きる主人公に私は惹かれた。それってスカサッチには自由に生きてほしいっていうお母さんからのメッセージだったんじゃない？つまり今からでも好きに生きればいいってこと？うん。復讐に生きても、あるいは全く違う人生を生きてもいいってこと？もちろんスカサッチの人生だもん。でもそれにはこの戦いを終わらせないと。それからゆっくり考えればいいんじゃない？あ、そうかも。そうね、そうよね。私、分かった気がする。あの絵本の主人公のように自由に生きるには、まずこの戦いを終わらせる、そのことだけに懸命になるべきよね。本当の私の気持ちがどうかなんて、それから考えても全然遅くない。うん、それでいいと思うよ。ありがとう、ルカさん。進むべき道を照らし出してくれて。どうってことないよ。本当に暗闇に光るお月様みたいな、そんな存在。照れる照れる、やめてやめて。一度選択間違えたし。これからもルカさんについていくから、よろしく。今日も無事に帰ってこれたな。こんなヘドヘドになるなんて、恐ろしい毎日ですね。でも訓練の最初の頃もこんな感じだった気がしない？そうね、そうかも。ということはそういうことなんだな。何かを言いたかったようだが、結果何も言っていないに等しいからね。もう行くで。お疲れ。
すぐ帰るよりちょっとブラブラしていきたいな。開放感を堪能したい。緊急連絡、三一へ総員は直ちに司令官室に集合してください。また最近呼び出しが多いな。もちろん従いますけどさ。すげえ呼び出されるじゃん。切羽詰まってるって言われてたろ。今度は何やねん。揃ったわね。じゃあ早速始めましょう。手短に話すと、フラットハンドが移動を開始したわ。マジで？ええ、イージスタワーの防衛部隊から先ほど連絡が入ったの。北西に向けて移動し、そのまま警戒網の外側に離脱していったそうよ。被害は？今のところ報告は受けていないわね。せっかく兵器を配置したのに無駄になっちゃうの？あんなに頑張ったのに。ああ、そのことなら気にする必要はないわ。どういうことなの？フラットハンドの今後の動きについて司令部はまた戻ってくると考えているの。根拠はあるんか？前も全く同じ場所に戻ってきたから、その地点に何らかの目的があるとの想定で分析中よ。謎な動きをするやつだな。理由は分かっているのでしょうか？それか法則性とか。いいえ、詳細は未だ不明よ。仮説もないのか？いくつか研究所から届いてるけど、伝えるだけの根拠が乏しいのよ。未だにその状態か。お気に入りの日向ぼっこスポットなんじゃない？猫か。続けるわよ。報告を受けた地形変化の件だけど、目下研究所で原因を追求しているわ。あれすごかったよな。 31A も気づいたことがあれば報告してちょうだい。了解、ユッキーよろしく。最初から諦めるな。作戦は続行。ただし、フラットハンドがいつ戻ってくるかはわからない。各員、引き続き警戒を緩めないで。あたしらこんなに頑張ってるのに？まさに無理ゲー。ゲームじゃねえわ、リアルだわ。しかも、クリアしないと滅びる。明日は戻ってくる可能性が低いから、一番難航しそうなポイント F を潰しておくべきよ。ここはフラットハンドの索敵圏内と想定しているから、強襲偵察も行われていないわ。強力なキャンサーもいるってことか？
そう考えるのが自然でしょうね。フラットハンドに振り回されるのは不本意だけど、この機会を逃さずポイント F の設置を完了させておきたいところね。確かにそうだな。了解。明日はポイント F を攻略しよう。みんな覚悟を決めておいてくれ。激戦になりそうだ。ええ、うん、ああ、はい。そんなんばっかやないか。各自質問がなければ以上よ。解散。少し話せるか？モナニャン、もう大丈夫なの？うむ、しばらくおとなしくしておく必要があるが、そのうち復帰できる。これもクラのおかげだ。そのうち？そんなダメージ負ってたのか？当分は戦線に戻れぬと医者は言っていたな。あの技を使うってすごく危険なことだったんだろ？白川にでも聞いたのか？何？死にはしない。死にそうにはなるってことじゃん。そこまでの技だったのかよ。助けられたこの命、 31A をはじめセラフ部隊のために捧げよう。捧げないでくれよ。自分の命を大事にしてくれよ。すまぬ、そういうつもりはなかったのだが。バカなものでな。もちろん大事にしよう。でも司令官はイージスタワーの防衛って言ってたけど、モナニャンすらいなくて大丈夫？サンマル G は先輩部隊なのだぞ。奴らを信じよ。そう言われると心強い。サンマル G さすがっす。ガス屋のキャッチコピーみたいに言うな。